北海道中央バス2011年増開便、札幌ターミナルにて、串路バス夜行便串路バス本社にて、赤んバス中央便串路駅前にて、スターライト、串路号は、北海道中央バス、串路バス、赤んバスが共同運行する都市間、バス路線。中央バスとしては、初の夜行路線である。また、当時は、札幌と函館を結ぶ夜行バス、オーロラ号は、 会員制ツアーバス形式での運行であったため、北海道では初めて路線バスとして運行する夜行バスとなった。運行開始当初は、道内の路線バスとしては、最長の 380km を走る路線で、それまで夜行路線バスの運行経験がなかった中央バスでは、担当者が青森県と首都圏を結ぶノクターン号に乗車して、ノウハウなどを習得した。また、 ハード面においても、冬の北海道での夜行バス運行に即した独自の施策が行われることになった。1987年8月6日に運行を開始した時点では、中央バスの単独運行であった。最初の冬に事故、運休などがなかっただけでなく、大きな到着遅れが生じる事態にもならなかったことから、乗客からの信頼はより確実なものとなり、 運行開始後10ヶ月間の利用実績は約4万3千人、1日の平均利用者数は144人と好調な状態となった。また、利用者の60%が女性であるという状況から、オーロラ号函館線に続いて1988年11月より3台のうち1台を女性専用車に設定した。スターライト、釧路号の成功は夜行急行列車、 マリモを運行する北海道旅客鉄道にも影響を与え、休行。マリモは指定席車両をドリームカーとしてグレードアップを図った上、割引乗車券、マリモドリームキップなどの設定も行った。その後、国道二百七十四号の向川町、穂別日高町日高間開通に伴い、九百九十二年七月十一日より中交便が新設され、 同時に釧路バスとアカンバスも参入し、3社共同運行となった。最盛期には夜行を含めて4往復で運行したが、1999年に中高便は1往復に減便された。同等自動車道の夕張インターチェンジからシムカップインターチェンジまでの開通が翌年に迫った2010年により、増改が検討され、乗客からの要望が多かった釧路発町。 札幌初夕方の中高便が2011年7月28日より設定され、中高便は2往復となり、2012年11月30日からは、中高便が曜日限定で3往復に戻った。一方、2008年8月31日限りで、JR 北海道が運行していた夜行列車、マリモが廃止された以後、 釧路と札幌の夜行公共交通機関としては唯一の存在となっていたが、2013年4月24日から北海道バスの釧路特急ニュースター号が運行開始したため、現在は2路線になっている。スターライトのロゴを入れた車両が運用されていた国道38号お楽し景駅前2017年4月1日、現在高速道路を挟まない区間のみの利用はできない。 上記の他札幌市内及び、釧路市内に校舎専用停留所が設置される。中高便は、十勝平原サービスエリアで、休憩時間を設定する。2017年4月1日現在予約制。片道運賃のほか、往復割引、学生割引、回数乗車券を設定する。他路線と組み合わせた割引乗車券が設定されており、市別、中市別、赤ん湖畔、 赤んキ霧タップ、アッケシとクシ路間の一般路線乗り継ぎはリビキや、クシ路定期観光バス、またはクシ路ラウスウトロ間の一般路線と、ウトロ札幌間、イーグルライナーをセットにした、同等バスセット券が設定される。原則として、独立3列、シートトイレ付けのスーパーハイデッカーが使用されるが、繁忙期等の2号車以降は4列シート車が使用される場合がある。 当初は中央バス単独運行であったため、釧路側の予約発見窓口として1987年10月2日に釧路東方生命ビル内に設置。釧路駅前の末広町13丁目1-2に一致していた。1992年7月11日の3社共同運行開始により案内状の故障は札幌線バスターミナルに変更されたが、引き続き中央バスが運営。 1995年12月1日付のダイヤ改正で猛都市間バスターミナル発着に変更され、同バスターミナル内の予約発見窓口に関する形で同日をもって廃止された。ありがとうございます。